アレクセイ・ウラジー・ミロビチクレショフは、ロシアの男子バレーボール選手。ベルゴロド出身。ポジションは、ミドルブロッカー。元ロシア代表。1996年、ロシアスーパーリーグのイスクラをジンツボへ入団。翌年移籍したロコモティフ・ベロゴリエでは、リーグ優勝、ロシアカップ優勝、欧州チャンピオンズリーグの優勝に貢献し、 2003から2004シーズンのロシアリーグ MVP に選ばれた。2004年に移籍したディナーモモスクワでもリーグ優勝とロシアカップ優勝を経験。2007年からフルスノイスクラをジンツオボに所属し、2013年に移籍したグベールニアニジニノブゴロドでは初出場の2014年セブカップでファイナル進出に貢献した。1998年ユース。 欧州選手権、1999年ユース世界選手権での優勝を経て、ロシア代表のミドルブロッカーに選出。1998年ワールドリーグで代表デビューを飾り、2000年シドニーオリンピックで銀メダル、2004年アテネオリンピック、2008年北京オリンピックで銅メダル獲得に貢献した。また、アテネオリンピック、2002年ワールドリーグ、 2006年世界選手権でそれぞれベストブロッカー賞を受賞した。ありがとうございます。